大丈夫やで、大丈夫大丈夫、絶対に俺はお前を捨てない、安心して、安心してゾンビーでやってくれ。ということで土倉パート135やっていきたいと思います。まだ過去の土倉見てないよって方は概要欄に再生リストあるんで、ぜひそちらから見てください。そしていつも皆さんコメント高評価絵を本当にありがとうございます。日々成長していく土倉とかね、あのやっぱり洞窟パート好きです等々のあったかいコメント本当にありがとうございます。そして今ならなんとでくるこちらからプーチコチャンネル、実写チャンネル、チャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけで前回ですね、シーランタン海底神殿に行ってシーランタンを大量に取ってきて、で土田大橋とあとマンションタワーマンのとこにね置いたんですが、今回ですね、あと先に言っとくごめん、ちょっと昨日とある撮影がありまして、声がすごい枯れてるんで、うわーって書いてた時すごい声枯れちゃう、声になっちゃうし、なんかね私こういう声になっちゃうんですけども、ちょっとどうぞよろしくお願いいたします。で今回なんですけれども、以前からねちょこちょこコメントでいただいてる村人を一回ゾンビ化させて、でゾンビ村人から回復させてあげたら交易がねすごく安くなる、エメラルド1とかやったかな、ということで今回早速石工さんをゾンビ化させで治療しで交易やったよっていう話でいきたいと思います。まずはだから捕獲しないといけないんで、石工さんいます？あ、いますね。最高レベル。あ、でも待って、ちょっと待って、え別に1でいけるやん、エメラルド1個でいけるやん。よしやろ。いや待て待て、他にもおるから3匹いるんで、まあ道中上げてくまでのあれが安くなるってことかな。じゃああれ、あ君もか。じゃあ君ちょっとごめんけどな、ちょっと一回ゾンビになってもらってな、なんか落ちてる、しかも石食っちゃうの君、何その血管、ちょっと待って、おい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 、ちょっとまあ君ちょっと追って一回ごめんな、大丈夫大丈夫、乗った方が早いか、ほな行こうか、ゾンビの旅に。大丈夫、直すから直すから大丈夫、安心して。はい見て、 T シャツね、前回の可愛いねっていうコメントいっぱいいただいたんですけど、見える、さらにもう一着ありまして、うっかり8尾、ありがとうございます。可愛いよね、前回のイラストのやつもね、今回の私ツッチじゃないですから、八兵衛って言うんでよろしくお願いします。何でお前返事すんの。あとね物資集め、いっぱいたくさん集まり申し上げました、本当にお疲れ様です土曜君。さてここも我が敷地内なんで、一旦ちょっとぶっ壊して、ここ湧き潰しやってないんで湧いてくる、ここらでいいかな、一回ちょっと降りて、あいるじゃん、夜まで待たなあかんなと思ったけど、ちょっとごめんな、ごめんけど、でしっかりと、金のリンゴ、スプラッシュ弱体化のポーション作っております。でここでなってもらって、ほいでもう石でわーって作って屋根を、でそこで治療して持って帰るっていうパターンにしたいんで、あジャングルのやつなってるやん、ちょっと夜まで待たないといかないから、その間ちょごめんな、あれ直そう、え なんで雨降んの、まあ別にいいやけど雨でも、好都合か、逆に待てよ今出したるから、
ほら、まったく、まったくって俺が悪いんか。しょうがねえね。まさにこれこそうっかり八兵衛。今さ、うっかり八兵衛を久々にやったんやん。その動画ではこうシーンがパッと切り替わってると思うんですけど、うっかり八兵衛とかやった後のこのこの真顔この真顔がね、すごいんよ。もう切り替えってすごい大事ですから、その気持ちの切り替えとかもすごい大事でしょ。何事でも失敗した時も切り替えが大事とか言うやん。すぐ切り替えるわけないんやけど、俺の場合もスッて切り替えるからね、こういう時は。あ、せっかくなんでこの辺りやっとこうかしらね。皆さん思ったでしょ、いやいや、そっちいつここへ整地して拡大すんねん、思ってた人もいると思うんで、しっかりとここをやっていく。うん、ここさえ潰してしまえば一気にがっつりできる。ねえ、まあこれ地面をね、土に変えたりとか、土に変えたりとか、土奥に変えたりするっていう作業も残ってるんですけれども、まあまあその辺はさ、おいおいねっとりとやっていこうよ。で、多分そのゾンちゃんのヘイト、ヘイトって俺に、ゾンビが俺に夢中、俺だけに夢中になっちゃうと、多分サイコロステーキに攻撃をするっていうことをしないと思うんですよね。そこがちょっとなんか難しそうな気がするけど、さて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 、楽しみだな。大丈夫やで、大丈夫大丈夫、絶対に俺はお前を捨てない。安心して、安心してゾンビにやってくれ。あれ、あ、よし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 、ま、よし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 、で屋根を作ってあげる。オッケー、丸水さん。まずはスプラッシュポーションからで、金のリンゴ、せーの、えい、え、当たってる、当たってんね、よし、行こう、セーフ、ケアで、あと5分で戻って、せっかくいからね、どうしよう、もう朝にしちゃおっか。なんでできるだけもう絶対絶対に大丈夫っていう形にしといて、くしょ、実績解除、これ大丈夫やんね。若干スプラッシュショー、今多分自分で編集の時何回聞いても何て言ったか分からんと思う、多分多分何て言ったか分からへん。うん、おやすみ。さてさてさて、せっかくなんでね、ちょっと前釣れたこいつで名前つけてあげよう、接客やから。もう大親友やから、親友とかけまして、シンコロ、親コロに見えるな親コロに見えるけど、まあまあまあ大成功じゃないですか。まあ5分、え、早っ、ほんま、え、すごい、ちょ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 、待って、ちゃうやん、え、ちょっと、あ、ちょ、ちょ、あ、ちょっと待てよ、10個、粘土10個でエメラルディング、石20個でエメラルディング、え、ちょっと待って、めっちゃ最高やん、え、めっちゃ勘違いしてた、石でもらえんの、エメラルディングが。 Do you like baseball ファン、よろしくお願いします、これから何とぞ。マジかお、これずっと永遠なんやったら 100% こっちの方がいいよね。キョッキョッキョッキョ、この人捕まえとこっか、え、捕まえとってもベッド待って、就職ブロックがあったら大丈夫だよね確か、え、
あ、でも練り穴意味ないんか。うん、あ、そう、ありがとう、ご丁寧に返事までしていただいて。一気に全部バーってこうやってさ、計画性なく置いちゃうから分かんないんだよ。まあいいや、一応こう行きそこ。親子ロッキャ、マジかよ。あ、まあでも石やから丸石やったらよかったね。石やから一回丸石を焼かないといけないっていう。これだから64つあるやん。あ、まあまあ無理か、限界が来るか。限界来ちゃうけど64個分ゲットできるってことやろ。全然あの神サトウキビでやるより楽かも。え、マジで。これはエグいって。うわ、これもいけんのかい。で、テラコッタか。あ、まあレベル上げとくか。はい、マックスエディション、2個。なんで2個なんだよ、急に値上げしたかった。え、これマジでいいわ。じゃあ待てよ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 、この人もやっちゃう。ダメ、逃げたらダメダメ。ほら、よし、 OK。で、あのスポナーのレコード、スポナーにもスポナーの部屋にあるチェストの中にレコードあるじゃないですか。そこのレコードは結構こう種類がもう限られてるらしくて、やっぱり俺がスチオームのあれのためにレコード取ったじゃないですか、クリーパーをスケルトンの弓矢で倒すっていう、あっちの方が種類は豊富らしいです。ちょっと待ってな、もう一個ある。全然、どうせ夜まで待たないといけないので、もう一匹いるはずなんですが、消えてなかったら3人いるはずなんです。なんかやっぱちょいちょい減ってるよね。1人、2人、あ、おったおったおった。はい、捕まえた。よし、これでうちのアニソンにいてる石工さんは全員オッケーっすね。わかんねえな、さっきめっちゃいい感じですぐペッて来たのに。いや、でも俺にヘイトなってんちゃうかな。おっ、飲みなさい。よしよし、オッケー。オッケーで、君だけちょっと。オッケー、ミスった、あかんよ。いくよ。あ、いや。で、あ、二人ともなってる？二人ともなってんな。はい。オッケー。サンキューです。オッケーです。で、すぐなるよね、多分。俺まで弱くなっちゃってる。お、ちょっとなんで降りてるの、なんで急に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 、こら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 。よっしゃ、ポケモンゲットだぜ。おつけです。で、あとはここで解き放って、よし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 、やった。これでもうエメラルディングも大量にゲットできるし、それでクォーツも大量にゲットできると。はいっと。で、あとは解放してあげて。なんでやねん。はい、来なさい。起きなさい。ってことは、これで大量にゲットできるんやけど、石がいる。まあ、石は、無限丸石があるからいい。これね、そう。これもさ、なんか、味気ないやん。なんかこう作っちゃうかな。では例えばさ、これみたいな感じとか、こういう風にしてあげることによって、ただの装置みたいなものが良くなるっていうことを最近知ってきたから、
あ、オッケー、できるようになって、できない。なぜだ。ん？最大レベルやからか。持ってきてるよね、僕。この人はいける。はい、マックスバチコリで、はい、オッケー、はい、おつけ。やべえ、めっちゃ手に入るやん。マジっすか、これ。え、なんか消えてる。なんで。あ、やっぱ捕まえとるとあかんのかな。あ、今なんかガチャンってやったから、オッケー。あ、一個だよね、これ。あ、これ持っとる数か。え、めっちゃいいんやけど。え、これってさ、みんなこれやってるよね。じゃあ、だって、じゃあ師匠さんも紙一個でいけるってことでしょ。マジンガー Z？ お、最高やん。教えてくれた方、ありがとうございます。マジか、わっ、強い。いや、あんたらもう、いや、釣り頃は。いや、でももし、まあそんなことないと思うんですけど、もしあったら教えてほしいんやけど、一回ゾンビにして治療するやん。して、それやったらそのワールド読み込みとかで、この子たち消えないよっていう、もし情報があったらね、教えてほしいのと、あとこうしたらツッチさん、僕、私、統合版で村人とか消えたりしないですよっていう方法があったら、もうぜひね、コメント欄でもうぶっこり書いてくれたら嬉しいっすわ、ほんまに。この子たちさ、今んとこでもな、ない、そういえば誰々が消えてるって、先生がね、消えちゃった時ぐらいからないっすね、誰かが消えたって。すぐ近いな、すっごい眼差しで見てくるやん。はい、というわけで今回ですね、視聴者さんが教えてくれた村人を一回ゾンビにして治療して、で、攻撃が1でいける。これ多分ずっとだよね、ずっとだよね、多分ずっとだと思いたい。で、最高の方法でございました。この動画が良ければぜひ皆さん高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと Twitter のフォロー、プーチョコチャンネル、実写チャンネルもよろしくお願いいたします。つうわけで